はい、たけし農場です。日光キツネのね、株を起こしします。で、午前中に、午前中ね、母に、頼まれてやったんですが、なんか全然別のところやっちゃいまして、こっちだったそうですちゃんと分かるように言ってくれないとね、本人は分かるように言ってるつもりなんですが、全然説明になってませんまあ、いつものことですけどね、余分なところまで掘り起こしてしまいました。で、今途中まで やってね、お昼食べて、今今後の仕事始まってます。なかなかね、株をばらさないように取るっていうのは難しいよね。よいしょ。コップの下にこういう石を入れて、鉄鋼の原理を利用してね、持ち上げる作戦にしてます。よいしょ。狭いんでね、広いところでいろんな方向からスコップが入れば楽なんですけど、もう、2方向しかね、スコップ入る場所がないんで、まあ、こっちから入れますとね、まあ、株切っちゃうんで、しょうがないんで、まあ、ちょっと面倒見ながらやってるしかねえのかなと思ってますけどね。この石を入れて、テコの原理で持ち上げるっていうのは結構効果ありですよね。よいしょ。これもね、しばらく植え替えやってないんじゃないかな、何十年もね。まあ、母何を思ったか、これ掘り起こすなんて言い始まったんでね、まあ除草剤かけて枯らしておこうかなと思ったんですけどね、まあ残しといてよかったよね。よっ、おっと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 、尻尾抜けちゃった。こういうことがあるからね、年取ると怖いんだよね。今転んじゃいましたけど、もうちょっと若ければね、ブレーキかかったんですけどねもうだんだん年取ってくると体の自由が効かなくなって、もうこういう事象がね起こると、もう年だよね。ちょっと気をつけないといけないね。何でもないところで怪我しちゃいますからね。あ、やばかった。結構ね、息が上がってきますね。よし、もうちょっとスコップの下入れて、結構きついですね。ま
ね、株もう植え替えないんでしたらね、バラバラにしてもいいっていうんだったら楽なんですけど、なんか植え替えるようなことを言ってましたんで、ある程度ね株をバラさないように、よっしゃ、あ、これは大きく取れましたね、ちょいですね、これはね、ばあちゃんからいっぱいもらわないとダメだね、工賃をね工賃いっぱい請求しないと。いやあと2ピース3ピースぐらいかな、一緒に行っちゃいそうかな、行っちゃいましたね、じゃあ、起きましたね、いやあとバラすのはうちのばあさんに任せて、とりあえず私は掘り起こすまでで、いやよっこしょ、日光キツネのね、掘り起こし終了ですね、やっぱりしょ、これも株も起きてますんで、まあ、あとはばあちゃんどうやるか、で、手前の方にねちょっとゴミがありますんで、このゴミは撤収します、よっこしょ、よっこしょ、これですね、よいしょ、ちょっと一回動画止めます、はい、じゃあ一輪車持ってきましたんでね、手前のゴミを片付けます、隣の工事現場でね、今レベル出しやってんだね、小針のね、結構ピー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 言ってますけど、レーザーレベルの音です、よっこいしょ、あの日、あれでいいんだよね、スコップと長靴、長靴ぐらい揃えとけば、あとまあ汚れるから、汚れてもいいような服装でね、作業着で、ね、作業着手袋みたいな、で8時半頃になれば、
向こうに北の方に向かってゾロゾロゾロ歩いていくかな。車なんかあるどっか道路に止めちゃって、うん、止めてもいいし、まあスコップ担いで歩いてってもいいし、どっちでも構わない、うん、こっからまあまあそんなにみんな車で来てるの、うん、車で来る人多いけど、そんなに1時間も2時間もみっちりやってフラフラになるほど疲れないから、あだまかず多いから、うん、あの車は別にあれかな、あのうるさくねえかな、うんうん、道路止めちゃってる、うんうんうん、だから道路の南側にみんな止めちゃってる、遠くの人もいるから、ね、うん、ただうちなんかはほら歩いてったって5分もかかりゃ行けっから、うん、あ、遠くから来てる人もいいんだ、うんうん、だから離れてる人は神岡の町の中からも来てるから、うん、3、4キロ車、南側っていうか、あのあそこだから道路を通ってますよね、向こうにあの両脇に止めちゃうと通行止めになったら、うん、だいたいあの西向きに向いてって左側に止めてる人が多い、だから南側、うん、うん、南、あ、こっち、うん、だから西向きに行って南側、ほんじゃないと両脇に止めちゃうと真ん中一車線になっちゃうから、うん、両脇は止めないけど、うん、できれば南向いて左側に止めてほしい、だからこっち向きで左側、うん、左側、みんなこう一列に止めて、うん、一列、うん、両脇に止めるとあんまりいい顔されないかもしれない、両脇は止め、まあ右下だから、うん、そうそう、左側に止めれば OK、 うん、はい、お願いします。はい、道路よりもね、うちの線が高いんでね、まあ、道路側にちょっとゴミは吐きつけておきます。まあ、あと1回ね、おばあちゃんがやればちょっと道路の方汚れちゃうんで、よいしょ、あと1回ぐらい吐かなくちゃいけないですけどね。はい、そういうわけでね、日光キスゲの株起こしですね。いや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 、多分ね、最初はね、10分ぐらいで簡単に終わっちゃうかなと思ったら、とんでもないね結構重労働 でした。この後どうするんだろうね。またここに同じところにこう広げて植えるのか、また別のところに持ってくるのかは、うちのおばあちゃんの気分次第です。はい、そういうことでね、日光キスゲの株落とし、軽い気持ちで始まったんですけど、とんでも長い作業でしたという動画でした。はい、お付き合いありがとうございました。